ちゃん。お疲れー。ねえ。別にいいんだよ。別にいいんだけどさ、なんか自称メイクが上手い女の人で、アイラインの色ですっごい変わるよ。びっくりする。っていう女の人いるじゃん。別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、ただいい方に変わるとは限んないよね。あとさ、別にいいんだよ。別にいいんだけど、人と違うことにポリシーを持ってる人で、私ってさ、なんか何でも白黒つけたい性格じゃん。これってさ、変わってんのかな。え、私変わってんのかな。っていう女の人いるじゃん。別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、ただそんなに質問してくるぐらいだから、変わってるんじゃなくて心配性なんじゃないかな。あとさ、別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、会うたびに生まれたばっかりの赤ちゃんの写真見せてきて、めいっこ、可愛くない、可愛くない、って聞いてくる女の人いるじゃん。え、別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、ただその段階じゃ可愛いかどうかまだ分かんないよね。あとさ、別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、露出度の高い服着て、なんかチャラチャラした格好で、なんかすごい男の人に何とされんだよね、私軽く見られてんのかな、って相談してくる女の人いるじゃん。別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、ただ軽く見られてるっていうか、何とも思ってないと思う。あとさ、別にいいんだよ。別にいいんだけど、合コンで、え、 S? M? え、 S と M って何ですか？え、わかんない。え、ちょっとなんでみんな笑ってるんですか？っていう女の人、いまだにたまにちょっといるじゃん。別にいいんだよ。ただ洋服のサイズじゃないってことは分かるんだね。あとさ、別にいいんだよ。別にいいんだけどさ、自分のことをサバサバしてるって思い込んでる女の人で、私さ、もう男みたいにさ、なんかガサツだし、部屋汚いしさ、菓子折りとか全然飲めないの。なんか焼酎とかガンガン飲んじゃうし、なんか髪もなんかバッサバサだし、こんなんだからモテないんだよね、っていう女の人もいるじゃん。別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、ただそれだけ自己分析できてるなら直せよ。あとさ、別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、万年ダイエットしてるような女の人で、ああもうちょっと足が細くて、色が白くて、目が太いで、鼻筋が通ってて、髪の毛がサラサラで、目がクリッとしてたらなっていう女の人いるじゃん。別にいいんだよ。ほんと別にいいんだけど、ただそれも別人じゃん。あとさ、別にいいんだよ。別にいいんだけど、 Twitter とか Facebook に名字が変わりましたって書いて婚姻届載せる女いるじゃん。いや、ほんと別にいいんだよ。全然私は別にいいんだけどさ、ただ羨ましいよね。別にいいけど。